生物学史とは、生物学の歴史、またはそれを扱う科学史の一分野である。生物学の方がは古代イギリシアに見られる。一般に、諸研究に先駆しているという意味で、古代イギリシャのアリストテレスをもって、生物学史の始めとする。アリストテレスは、実証的観察を創始した、前時代を通じて、最も観察力の鋭い博物学者の一人などと、され、 生物の分類法を提示するなどし、後世に至るまで多大なる影響を及ぼしたのである。アリストテレスの動物学上の著作として残っているものとしては、イストリアアニーマリーム、動物詩、デゲネラチオネアニーマリーム、動物発生論、デパーティブースアニーマリーム、動物部分論、デアニマ、心についてがある。動物詩では500を超える種の動物を扱っており、 随所で優れた観察眼を発揮している植物に関する研究も行い著作もあったとされるが、失われ現在では残っていないとされる。アリストテレスの生物に関する研究の中でも、動物に関する研究は引いてており、特に動物学の祖とされる。分類、生殖、発生、その他の分野において先駆的な研究を行い、その生命論や、 発生論は17世紀や18世紀の学者にまで著しい影響を与えた。ただし、アリストテレスの生物学は今日の視点から見れば哲学的とも言える事柄も含まれているが、彼の思想は生物学思想史に影響を与えているので重要である。例えば生命の原理を考察した時に彼が用いたプッシュ形に関する概念である。アリストテレスは 研究の途上では、生物の種類によって異なるプシュ形の段階があると見なすようになり、植物的霊魂動物的霊魂理性的霊魂を区別するようになった。もっとも彼の知識が増えるに従い、プシュ形による植物、動物、人間の区別をさほど絶対的なものとはしないようになり、動物もその程度に応じて人間と同じような理性を持っているとし、最後の見解としては、 不死刑の間には基本的な区別がないとするものになったようである。この見解は現代の生物学者のある重要な一派の見解と全く同じである。上記のように精細に作られたアリストテレスの生物学理論はあるものの、彼の生物学上の著作は必ずしもこうした高級な主題を含まず現代人の生物学者が行っているような普通の研究が数多くある。 例えば、魚類の習性に関する、優れた観察、タコの産卵と発生についての観察、あるいはクジラ、イルカについての研究やサメの発生についての研究も、非常に優れている。アリストテレスの植物研究は失われてしまったが、植物学に関しては、アリストテレスの後継者で弟子のテオフラストスによる、植物学上の完全な著作は現存している。彼は、 主から伝えられた発生学的研究の価値を理解しており、植物の生殖様式の際に重点を置き、単子葉類と総子葉類を区別した。彼の諸著作は古代から現代にまで伝わった生物学の完全な研究所として非常に貴重なものである。現代生物学の経譜は17世紀の科学革命を経て自然科学が成立した近世以降に始まった。 近代生物学は動植物や鉱物などを記載分類する博物学の一分野として始まった。18世紀に輪廻が二名法を用いた生物の分類を確立し、生物を類縁関係に基づいて体系的に分類する方法を確立したことが一つの契機となる。生物多様性を探求する流れは生物学誕生当初から存在していたと言える。 ただし当時は動物学と植物学が個別にあり、生物学という分野は存在しなかった。動物の研究は医学とも連動しつつ、動物の仕組みやその働きを探る方向に進んだ。この方向は比較解剖学の発展をもたらした。顕微鏡の普及は動物の構造を機関から組織、細胞レベルの研究へと進めた。また、 器官の区別が難しい植物の内部構造も顕微鏡の使用によって可能となった。19世紀には顕微鏡を用いた観察からすべての生物は細胞からできているという細胞説が提唱された。このことにより動物学と植物学が統合され生物学というくくりで扱われるようになった。チャールズ・ダーウィン式室の系統樹のスケッチ。 生物変異説に関するノートに記載されていたアメリカ自然史博物館所蔵ルイパスツールの実験により生物は自然に誕生するという自然発生説が完全に否定されすべての細胞は細胞から生じることが理解された自然発生説の否定は進化論とも関連し生物学に生命の起源という新たな問題を提起した 生物多様性と系統分類について考察したチャールズ・ダーウィンが種の起源で提唱した進化と種分化という概念は現代生物学の前提となっており生物学以外の多くの分野にも影響を及ぼしている動物の発生は19世紀までに次第に多くの動物で観察されるようになり比較発生学が成立したこれを進化論に基づいて体系づけたのが ヘッケルの反復説であった。しかし、より直接にその気候に迫ろうと始まった実験発生学の流れは、発生の段階における細胞の分化を推し進める仕組みとして誘導現象を発見し、多くの成果を上げたものの、一旦は停滞を迫られた。19世紀後半にはメンデルが遺伝の法則を発見し、遺伝粒子の存在を示唆した。 細胞学の発展とともに、細胞分裂や染色体に関する知見が得られ、20世紀初頭には、モーガンらは、症状媒を用いた研究により遺伝子を染色体と関連づけた。また、X 線の照射が突然変異を誘発することが確認され、遺伝子が物質であることが証明された。また、顕微鏡によって発見された微生物は、 基地の生物の範囲を大きく広げるものであった。それはやがて規制の動物、植物の区分にも影響を与え始め、分類学の見直しを迫るものとなった。他方で発酵が微生物によって行われることがルイパスツールらによって明らかにされたことから、微生物による化学物質への関与が研究対象として注目され、これが生科学への糸口となっていった。 あとには遺伝学もこのような微生物を材料に発展を遂げる。このような流れは生物学がモデル生物を利用した普遍的な生命現象の解明へと進む流れに入ったことをも示す。また、微生物の研究は病原体の発見につながり、それまでは対抗手段のなかった伝染病や感染症への対策が取れるようになった。 その研究の過程で微生物学は大きく進歩、下のみでなく、免疫機構などについても多くのことが明らかとなった。20世紀中頃には遺伝物質が DNA であることが確定され、DNA の二重螺旋構造が明らかにされた。遺伝物質として DNA の構造が明らかになったことは、生物学に非常に大きな進展をもたらした。突然変異は、 DNA の塩基配列の変化であることが分かり、これまで別々に扱われていた進化と遺伝が結びつけられた。セントラルドグマにより遺伝子発現が定義され、生物の普遍性、共通性の理解を目指した流れが大きくなった。DNA を直接扱う分子生物学の方法論は他の分野にも大きな影響を与え、また人類は生物を短期間に不可逆的に 変化させうる技術を獲得したことになる。20世紀後半に症状媒から発見されたホメオボックスは生物の共通性理解を深めることになった。ホメオボックスは症状媒だけでなく人から線虫、植物、酵母にまで存在していることが明らかになり、生物は発生のような複雑な現象においても基本的には共通の系を使っていることがわかった。 これにより、モデル生物を用いて研究を行うことで普遍的な生命現象に迫ることができることが示された。技術発展は、生物の全延期配列を解読することを可能にし、ゲノムは生物の多様性と普遍性を統合し得る視点を生物学にもたらした。現在では、様々なモデル生物のゲノムプロジェクトが進行しており、次の潮流となっている。 ゲノム配列の決定は研究手段にも大きな影響を及ぼしている。他方、野外の生物を観察する立場から発展した生態学は博物学的な枠を抜けるのが難しかったが、植物生態学における繊維、群衆生態学における食物連鎖や生態系、行動生態学における血縁選択説などが理論的な枠組みを構成していった。 また集団遺伝学、数理生物学、理論生物学は動物の行動や形質を定量的に分析できる可能性を示した。地球規模の自然環境問題の盛り上がりなどとも相まって次第に生物学のもう一つの流れを作っている。分類学は従来は様々な形質を検討しつつ、それぞれの群で最も重要であろうと判断された少数の形質に基づいて、 分類をするということが行われた。しかし、これによる、シ性の混入という問題があり、それ対する方法として、あらゆる形質を判断に利用して、系統を推測する分岐分類学の方法が提唱された。また、系統を直接に推測する方法として遺伝子を直接に調べる分子系統学が生まれた。これらを実現することになったものとして、情報処理能力における、 コンピュータの発達がある。また、特に単細胞生物の分野における発展が大きい。古細菌はそれまでに知られた、生物すべてと対地すべき全く新しい群である、ことが認められた。また、原生生物の分類の発達は、当初はホイッタカーによる後解説などをもたらしたが、それ以降の発展はもはや境の分類そのものを危うくするに至っている。しかしながら、 これらによって、これまでの分類学が描けなかった、生物世界全体の系統をも明らかにしそうな発展が行われつつある。また、これらの方法により、規制の分類体系の見直しを迫られている群は、多く、多くの分野で混乱も生じている。落ち着くにはしばらくかかりそうである。ありがとうございます。